はいどうもぐっさんです。いやー最近ねハムスターを飼いたいなって思ってハムスターを飼育するためのねグッズを集めてるんですよね。ハムスターですよ、ハムスター、ハムス豚じゃないですよ。ハムスターはあの小型の種類ジャンガリアンハムスターを飼おうと思ってます。あれの黄色いタイプが欲しいんですけど、黄色いタイプってね、ショップでね、あんまりっていうか一回も見かけたことないんですよね。あの実物を見たことがないんですよ。まあどうしても手に入らなかったら、もしかしたら白いタイプのジャンガリアンハムスターにするかもしれないです。性別はオスがいいですね。で、目の前にケージとかで最近買ってきた飼育器具などがありますけど、ケージ本体の紹介は最後にするとして、まずはね、最近買ってきた飼育グッズを紹介します。まずはね、これ床材ですね。床材はパインチップを使います。メーカーがアイリスオーヤマですね。ハムスター、リス、ウサギ、モルモット、小鳥などに、材質がマーツですね。いわゆる針葉樹ですよ。で、メイドインポーランドじゃなくて、なんだろう、これホラントだ、ホラント、オランダのね、西側の地域です。まあそんなのはどうでもいいとしてね、このね、針葉樹のチップっていうのはね、個体によってはアレルギー反応とかを起こして良くないって言われてるんですよ。で、実際のところはどうなんでしょうね。ショップで使ってる床材とか、あの飼育サイトを見るとほとんどが針葉樹のチップを使ってますし、昔から使われてきた素材ってことでね、それだけでメリットがあるっていうことと判断して、とりあえずこれを使ってみてね、具合が悪くなったらすぐに変更したいと思います。でね、次はこれです。ハムスターのゆったりコーナートイレ、ハムスターのお便所ですね。メーカーがマルカンかな、これ、あ、マルカンですね。いやー、このね、ハムスター、白いタイプのジャンガリアンでしょうか、気張ってる最中だがなんだかわかんないですけど、すごい可愛いですよね。これほら、こうやって見ると白いタイプのジャンガリアンもいいですね。で、ハムスターのトイレについてなんですけど、あんまり必要性は感じなかったんですよね。でもね、いつもこのトイレの中で用を足してくれると思ったら、結構掃除が楽になるんじゃないかなと思って買ってきました。で、このトイレの中に敷く砂なんですけど、砂はねペーパータイプのものを買ってきました。これも同じマルカンの製品で、ペーパートイレ砂っていう製品ですね。あの砂状のものっていうのは一回こぼれるとかなり厄介なことになりそうなので、こっちのねペーパータイプのちょっとね大きい素材の方を買ってきたんですけど、どうでしょうかね、抗菌消臭、衛生的になるのかな。次はこれです。ガジガジコーン、かじりきコーン、これもマルカンの製品ですね。あの月歯目っていうのは、あの前歯が門歯が一生涯伸び続けるんで、硬いものを常にかじってすり減らしとかないといけないですからね。あとケージの網とかをかじって怪我するのを防止できたらいいかななんても思っています。かじりきコーンです。餌はですね、これを買ってきました。ハムスターセレクション、メーカーはどこだったっけな、ちょっと聞いたことないメーカーだったんだよな。あったあった、イースター株式会社。あのハムスターとかこういう小動物の餌のメーカーとしては結構有名なのかな。ちょっとその辺疎いんでわからないですけど、すごいね評判が良かったので
とりあえず買っておきました。ハムスターをお迎えしたらね、これを主食に与えていきたいと思います。でね、これちょっと見てくださいよ。ハムスターフードハムスタープレミアムフードフォードワーフ、ドワーフハムスター専用のね餌なんですけど、これね、ハムスターのお便所とか、さっきのハムスターのお便所とか餌とかね、ガジガジ棒を買った時に店員のお兄さんがね試供品としてくれたんですよ。でメーカーが JX ってあれですよね、アクアリウムのメーカーっていうイメージが強いんですけど、こういうのも出してるんですね。まあ、機会があったら買ってみようと思います。可愛いですね。ちょっと太り気味ですね。で最後はこのハムスターのケージです。こちら給水器で、で回し車で、これお家ですね。で最後はこれハムスターの餌入れなんですけど、ジャンアリアにはちょっと大きすぎるかな。これサイズが、横幅が40センチ以上あるのかな。ドワーフハムスターには十分なサイズなのかな、これで。ただあのドワーフハムスター、ジャンガリアンハムスターって運動量がすごい多いんですよね。暴れ回ってどっかにぶつけて怪我しないか心配です。でこのケージについてなんですけど、これはですね、友人からもらったもので、僕が買ったものではないんですよね。覚えてくれてる方いらっしゃるかと思いますけど、以前ね、僕が友達から1週間ほど預かっていたハムスター、メスのキンクマハムスターが住んでいたケージで、お下がりで友達からもらったものなんですよ。で実はですね、あのキンクマハムスター昨年に死んでしまったんですよね。でね、友達がマンション住まいで埋葬する場所に困ってたんで、僕の提案でね、僕の家の庭に埋めたんですけど、あのキンクマハムスターは2歳で死んでしまったようです。ハムスターの寿命って他のペットに比べてかなり短いですよね。3年生きたら大往生って感じじゃないですか。ハムスターに限ったことではないですけど、およそのペットは飼い主より早く死にますよね。初めから死ぬことのみを考えてペットを飼育する人はいないと思いますけど、生きてる以上は必ず死ぬし、あるいはね、その最後の瞬間に直面するかもしれないです。ちょっと自分でも何が言いたいのかよくわからないですけど、まあね、飼育し始めたら最後まで責任を持って飼育したいと思います。次回はハムスターをお迎えしたいと思ってるんですけど、お迎えは今月中か来月になるかな。まあ次回の動画をお楽しみにということで、そんなこんなでね、今回の動画はこれで終わりです。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。さようなら。